僕はものすごくゲームのプレイヤーのモニターを取る大事にするっていうふうに昔から言われてるし言ってるんですけども、うん、いきなりからこうプレイヤーにどうですかって聞いても何も分かんないわけですよね、うん、だからあのフィードバックを受けるというより自分が考えてこうあるべきって作ったものが本当に 理解されて伝わってるかどうかを見るためにモニターを見るんですね。だから遊んでる人を黙って見るとか、うん、遊んでる人をの、えー、遊んでるシーンを録画してその録画したものを見るとかそういうことをしますね。僕は確実に変わってきてますね。あの長い間ずっとゼルダ作ってますから自分がこう,こうであるべきっていうのをずっと まあ、貫いてきたんですけどやっぱりそれが結果としてどういうふうにユーザーに受け止められているのかっていうのは徐々に徐々にこう気になるあの本当に自分の考えが正しいのかってでどん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 気になり始めて今回の「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」を作る前にあのどうも何かユーザーと自分が考えていることにこうあのギャップが生まれているような気がしてて。 でその時にユーザーの人から言われた一言が今回のブレスオブザワイルドの変化を生むことの一番のきっかけになってますねゼルダが大好きだと大好きであのスカイウォドソードもものすごく楽しかったってだけどねっていうそのだけどねっていう中にその僕はもっと広い世界をエポナに乗ってあのただあてもなく走るあの,あの 時のオカリナのあの広い世界が好きだったんだって言われてそれが「スカイウォード・ソード」ではなんか小さな世界のがたくさんあるだけの,あのものになっちゃってたなって言われてで僕も実はねなんかじゃそういういにちょっと感じてたのね <laughs> でそこにズバッとこう言われたんでああそうかやっぱそうだよねってなって今回あのこういう「ブレスオブ・ザ・バイル」のようなスタイルのゲームができたっていうことです。 それはあまり関係なくて「リンクの冒険」っていうのは「あのゼルダの伝説」をテーマにしてるけど全然別のゲームとして僕は作ってるんですよね。それは何かっていうと、えー、アクションそのもの「ゼルダの伝説」はプレイヤーがいろんなことを覚えて能力が上がって成長していく。 でリンクの冒険はアクションに特化して遊ぶゲームなんですアクションをプレイヤーが磨くしアクションの能力もパラメータで上がっていくっていう構造で、えっと、全然別ののタイプのゲームなんですねであの当時の,そのディスクシステムというのを使って作ってたんですけどもアクションに特化しようと思うともともとの「0」だと同じものは作れない。 ので別のシリーズなのであえて「ゼロダの伝説2」と言わずに「リンクの冒険」という名前を付けたんですだから最初から別のものとして作ったのであのそっちの進化型が出なかったんですけど1の進化型はずっと作り続けたということになりますね 3D のゲームからもうそこは融合しちゃったっていうことなんですかねそうですねアクションもひょっとしたら「あのドンキー・コングカントリー」のシステムを使って「リンクの冒険」というのはあったかも分かんないんですけど作らなかったですね <laughs> 一気に「オカリナ」の方に。 ちょっっとやってみた僕はねあの本当にあのこうお金の頃からこう馬の手写真を着てますけども <laughs> あのエポナとかその動物にはすごくあの。 興味があって作ってて作きたので、今回その動物のデザイナーと動物のプログラマーがものすごい一生懸命いろんな動物を作ってくれた中で馬も本当にあのこう親しみの、ね、ある馬ができたしなんか探して見つけて乗って、うん、本,当の本当にハンティングしていいんだろうかとか悩みながらお腹が減ったので <laughs> <laughs> 打つとかねとか、まあ、いろんな <laughs> あの ただね空をずっと見てると鳥が飛んでるんですよ。その鳥がどこへ飛んでいくかずっと見てるだけでも飽きないっていう、うん、これはすごく楽しいですね。僕はねハングライダーね。あのまだね実はハングライダーってね実生活で経験できてないんですよ。<laughs> 実はなんでかっていうと僕高所恐怖症なんですよ。<laughs> なので絶対怖い怖くてできないんだけど。